連夜の劇的勝利だ。ヤクルトは25日、日本ハム戦の2点を追う9回無失三塁から山崎幸太郎外野手、28、が人生初のサヨナラ弾となる右越え逆転スリーラン。先日の村上に続き、2試合連続のサヨナラ弾で4連勝を飾った。今季4度目のサヨナラ勝利は両リーグ最多。昨年の日本一チームが、ド派手な交流戦連勝スタートとなった。ベンチの雰囲気が諦めていなかったのは、間違いない。人出たら点になるんじゃないかと、不思議な勝ち、だよ。1m73 の28歳は、今季が勝負の7年目。2年連続で主に守備固めや代走での出場に終わった昨季終盤には、葉沖に、このままこれが続いちゃうよ、と言われて心機一転した。様々なバットを試すなど打撃を強化。開幕は青木モデルで迎え、12日に2番で起用されると11試合連続先発出場し、打率.289と必死に食らいついている。アピールとなるド派手な一発となったが、あまり目立つ行動はしたくない。繋ぐ仕事がしたい、と浮かれることはなかった。山崎幸太郎、山崎幸太郎、1993年、ペイ語、8月11日生まれ、和歌山県出身の28歳。青森山田では甲子園出場なし、日大では東都一部昇格に貢献し、15年ドラフト5位でヤクルト入団。16年8月5日の阪神戦で藤浪から初安打をマーク。同年10月の第1回 U23W 杯で日本代表に選出され、初代王者に輝く。今季年俸2700万円、1m73、68kg、左投げ左打ち。交流戦初の先頭&サヨナラ弾。この日は松本剛日曜日の初回先頭弾で始まり山崎がサヨナラ弾。同一試合で初回表先頭打者&サヨナラ弾は4月9日のヤクルト、初回先頭、塩見、巨人、サヨナラ、立岡、戦以来史上29度目で、交流戦では初めてとなった。